どうもエルザです。それではホライゾンゼロドーンやっていきたいと思います。さあラストだね。絶頂の兆しラストとなるかっていう感じもするけど、行きましょう。こりゃあれだね、後戻りできないわな。全部だって壊滅してんだもん、メリディアンとか。うわー、おーやば。それでもアイテムの回収するけどね。さあとりあえず物資がないのよ。それが痛い。ちょっと物資も集めつつ、こっちでいいのかな。さあ急げ急げ。あ、でも 100m 以上あるね。なぜ当たら。私の力はこんなものじゃない。氷と雪にもこれまで耐えてきたんだ。痛いっすな。お前の挑戦を受けよう。こっちの精度上げさせてくれ、マジで。ああ、少し休んだらどうか。あれが辛い。矢がね、当たりそうで当たんないというか、完全に当てたのに外れるときが泣きそうなる。はい、取って、でも回復は2と。多分落ちてるこのポーチの回復分をちゃんと拾っていかないと足りなくなるんだろうな。さあ上、始まったハデスの転送が。うわー、やば。しかもモヤモヤが自然に壊したね。防御が破られたに違いない。ノラにエレンドのヴァンガード、あそこに行かないと。上か。飛べ。なんで飛ばない。なんで飛ばない。なんでなんで飛ばないの。どうしたどうした。え、マジで。ちょっとここでバグはやめてくれ。
ま進むんだ。急がないと。楽じゃないな。ああ、もうさっきから。分かってた。もうためらいはない。いや、なかなか。なんで反応しないかな。とりあえず矢の準備だけしといて。あ、生きてた。アロイだ。ま、見りゃわかる。尾根から落ちたのかと思った。いや、尾根が崩れたんだ。もう時間が残されてない。ハデスのところに行く。俺も行く。ダメだ、連れて行くわけにはいかない。どうせ登るつもりだっただろ。ああ、あの鉄の悪魔を滅ぼさねば。補充しておこう。これで最後だ。お、マジで。それだったらせっかくだし。行こう。すげえ。オーバーライダーいるかな。あの者が来ることは予測されていたことだ。だが奴に鉄砲の邪魔をさせてなるものか。今回は計算に狂いはなかったようだ。あの者の登場は想定範囲内のことだ。デスグリンガー戦なのね。はい、いきなり。あー、ちょっと心の準備ができてません。やばいよ。それさ、15か。意外とそんな効果ない。弓。やべえ。あれ壊れんの。ハイライト。それきついね。やっぱ。あれ全然壊れないね。けえ、ひどい。おお、そっちも来ちゃったの。それはいた。全然カバーしてくれてないじゃん。
まった。ラーメンが。最後のマガスキを倒したぞ。ありがとうさん。で、あとはもうこれで攻撃できないからね、相手はね。気をつけるんだ、機械が来るぞ。奴らを先に倒せ。また来たの、行って。あ、痛い、それマジで痛い。あ、崩れたし。上から来るよね、それ。コラプターがね、マジでいつまで経ってもこやつは強い。やばい。よし。時間はある。そう、まだあるはず。スライス。これはスライス。脅威で済むといいな。さあ、ハデスを抹消する。エリザベト・ソベック、アルファ・プライム。
マスターオーバーライド起動。絶滅プロトコルを消去しました。ああ、ガイア、ごめんなさい。それで？話の続きを。あ、そうだったわね。確か、それで子供用の電子工具でオートバッテリーとソーラーテレビの配線をハックしたら草に火がついてね。そしたらそこに100歳くらいの松の木が立ってたんだけど、火がついちゃって。それはいくつの時？6つ。その時運よく母さんがいて消防車を呼んだわ。それでその後私を庭に呼んで、それで死んだ小鳥を見せたの。松の木に巣があったのね。どう感じましたか？わからない。ただどうでもいいって叫んでいた。そしたら母さんが私の顔を手で包んで言ったの。なんと言ったのですか？どうでもよくないって。こう言ってた。エリザベト、世界を良くしないのなら頭が良くても意味がないのよ。その頭脳を死ではなくて生命に役立てなさいってね。よく母親の話をしますが、あなたには子供がいない。時間がなくて。それでよかったのよ。もし子供がいたとしたら、その子にどのような願いを？そうね、多分好奇心旺盛な心を願うわ。頑固で、しかも無鉄砲で、でも世界を愛する気持ちを持ってほしいわ。ほんの少し。とにかくこれで話は終わり。もう寝ましょう。ゆっくり休んで、エリザベト。ありがとう。また明日ね。
はい、ということで、ホライゾンゼロドーンクリアとなります。さあ、いやークリアできたね始めた時全然敵にダメージが入んないからさ、ロボットどうやんのとか思ってたけど、まあまあなんだかんだクリアできてよかったわ。で最終的にはエリザベトの場所にたどり着けたってことで、あれが最後のログになるのかな、多分話的にはね。いやなかなかいい感じだったね。まあ終わった感想として、そのウィッチャー3を僕はしたことあったんで、そのゲームのシステム的なものというか、それが攻撃の手段が弓重視になっただけで、結構中身はウィッチャー3に近いなという感覚だったね。楽しかったね。メインのストーリーもやっぱ廃墟になった理由と、それを取り巻く主人公を取り巻くっていう感じで、そこもストーリーも面白く、だいぶハマってやってしまった感はあるな6、7時間とかぶっ続けてやってたもんね。もう見る側からしたら迷惑だけど、いやでもそれだけストーリーしっかりしてるし、2017年に発売したゲームなんだけど、それでもだいぶ良かったね。のは面白かったかな、全体的に。まあサブペイをねあんまりしてないので、まあサブペイは多分いろいろストーリーが出てくるんだろうけど、そこら辺はもう見てる方が楽しんでもらうというかな、僕はちょっとそこは個人で楽しもうかなと思ってますんで、まあ、とりあえずメインをガンガン進めてという感じになるかな。まあでもその古代の文明発展の仕方が今でもできない感じだもんね。全部機械というか鉄に囲まれてっていうのは無理だろうし、何十年何百円になるのかな、先の未来設定みたいな感じだよね。でストームバードとデスブリンガーが今回プレイしてる中で一番強かった敵になるんだろうけど、ベヒーモスもかと。多分それで言ったら、そのまだ出てないロボットが多分何体かあるはずなのよ、名前に出てきてたサンダージョーとかね、多分そのあたりが、まあ、どっかでサブ系とかしてると出るんだろうけど、あと DLC してると出てくるんだろうけど、まあ、そこは深くやっていかないと合わないのかなという感じもするね。で今回で第6回でしょ、第6回でだいたい 4、5時間ぐらいやってたんで、まあ、約30時間いるかいらないかぐらいで、まあ、メインはクリアができるという感じかな。多分ねモッドレベルに余裕があったら、そもそも HP の減りももっと遅くなるというか鈍くなるんで、だいぶ難易度的には楽になるんじゃないかと。多分ね最高レベルが50だと思うんだよね、見てる感じね。なんで50まで上げてしまえば多分だいぶサクサクいけるんじゃないかと思う。あの精神統一のスローモーションがほんと楽だね。あれがあるかないかで、あスキップできるわ。あれがあるかないかだけで全然違うもん。あーまだ話が続くね。
久しぶりだな。覚えているか。お前とは話したいことがたくさんある。まだ聞いてないこと。例えばお前の主人、お前を目覚めさせた者のこと。知識は素晴らしいものだと思わない。さあ始めるとする。サイレンスやっぱ敵か。あ、じゃあ、結局、ハデスを知識塊だからね。あれを手に入れるためには、一回倒して、その、よりしろを作らないといけない状態だったんだ。で、さっきも言ったよりしろにして、で、ハデスを倒すアーロイを利用して、アーロイを利用してハデス倒して、っていう感じだね。で、じゃあ、ハデス解放したの誰なのかが、2になるのかな。で、今回やったのが多分、そうだね、ノラナーの地域と、あのね、2は実際、西の話になるのか。西のなんとかって確かタイトルだよね、ホライゾンはね。だよね。は、あ、そうそう、禁じられたセーブで、多分また全然雰囲気の違うところ、雪じゃなかったもんね、確か動画で流れたの、まあ、全然違う雰囲気のものが味わえると思うんで、またサイレンスの件もわかると。はい。で、ハデスを打ち破り、ガイアが夢を見ていた地球の最短が実現しましたと。メインストーリークリア後も世界を自由に冒険し、終わっていないクエストをクリアすることができます。世界の状態をクエスト迫り来る影の最初に戻しました。クエスト完了による所持品の経験はそのまま。あ、じゃあ、あれそのまま引き継ぐんだ。あと、ニューゲームプラスが解放されましたと。クリア時のスキル所持品を引き継いだまま物語の最初からプレイできます。現在の所持品とスキルを引き継いだ、はいはい。モード、はいはい、モードマリーと。本当だ。迫り来る影だ。じゃあ最後だしーっつってアイテム使ってたじゃん。あれー、あれ、そういうことか。アイテム。だよね。回復系が。なるほどー。そういうことか。じゃあ、続きをしたい人はこの状態で、できるってことだね。適当にここ取ってしまったよ。真上、真下。真下から行くことってあんまなかったんだよね。まあここら辺はスキルとかも大体いいものは取ってるから、そこまで重視しなくても良さそうね。優先はやっぱメインが残るんだね。で、実際ね、ダウンロードコンテンツ、凍てついた大地をしたい場合はこれをすると、ズズズズズズっとこっち側、これをしないと解放されないらしいんで、これをすれば凍てついた大地解放という感じになるみたいです。はい、ということで、ホライゾンゼロドーン無事クリアとなります。まあ、DLC するかまた置いといて、まあ本編終了だね。いやー面白かったなー。ラスボスの数、あれよね、
雑魚の出てくる感じが最後って感じだったけど、まあ良かったんじゃないかと思います。ということで、ここにご視聴いただきありがとうございました。また次回するかなと思いますんで遊びに来てください。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたねー。今じゃ王国に